イツ戦じゃなくて四天王寺の OVA が来ると思ってた皆様こんばんは。敗北者です。表率的なやつを期待してましたね。てなわけで今回は表率に似た感じな、4点 VS 立海戦を作ってみたぞ。対戦よろしくお願いします。シングルス3、頭脳合戦。さてまずは初戦シングルス3、四天王寺からは千歳千里くんが登場だ。今回はシングルスからやっていく感じです。千歳くんはかつて九州によくと呼ばれていた九州地区の強豪選手で、作品のメタ的な都合により、四天王寺に転向してきたじゃねえの。料亭学園さんが獅子学中を分からせてしまったのが原因です。さて千歳くんは無我の境地を使いこなす、全国でも数少ない猛者の一人で、その奥の扉の一つである、再起間髪の極みにも到達したな。再起間髪の極みとは無我のオーラを脳に集中させることで試合の流れを読み、なんて先でポイントが決まるのかを、完全に予知する絶対予告です。さて対する王者立海からは参謀、柳蓮司くんが登場じゃねえの。久方ぶりのシングルスですね。王者立海と日本代表をその頭脳で支えてきた選手で、収集したデータを正確に分析し、試合を有利に進めるデータマンじゃねえの。あまりにもデータパワーが高すぎて、相手の次の言動をも予期してしまいます。もちろんデータだけでなくテニスの腕前も一級品で、マスターと呼ばれるほどの高い技術力を持っているぞ。要するにデータ抜きでも全国区の実力者ってことです。本来の柳くんの実力は相方を生かすダブルスでこそ発揮されるのだがな。今回は初登場時と同様、シングルスで対決してもらうぞ。最後くらい柳くん中心のテニスが見たいですからね。では早速シングルス3の試合内容を考察していくぞ。よろしくお願いします。まずテクニック面においては、ほぼ互角と言えるだろうじゃねえの。二人とも格好を代表する技師さんですからね。つまりこの試合の鍵を握るのは、頭脳ということになるじゃねえの。なるほど再起間髪の極みとデータテニスの真っ向勝負ですね。素人目では再起間髪の方が若干有利かと思われるが、柳くんのデータテニスも世界大会を経験してかなり成長しているからな。フランス戦でのデータ対決では終始圧倒してましたね。要するに洗練されたデータテニスが、無我を覆すかもってことじゃねえの。逆に再起間髪の極みが進化する可能性もありそうです。ダブルス2、鉄板対決。続いては2戦目ダブルス2、四天王寺からはお笑いペアが登場だ。四天王寺が誇る鉄板ダブルスですね。小道具を用いたお笑いコントやネタで会場の空気を一気に掌握するじゃねえの。なるほど笑かしたもん勝ちです。四天王寺ラブルスのメンバー一人目は、IQ200 の天才的頭脳を持つ金色小春ちゃん。相手の必殺技を即座に分析してしまい、軌道や到達時間を予測してしまうぞ。全国大会準決勝ではトルネードスネークやダンクを即座に分析して攻略しましたね。お笑いテニスでは主にカツラなどの被り物を使用したボケを担当するぞ。アフロからちょんまげの二段構えは、小春ちゃんのお笑いテニスの王道です。続いて相方の一藤雄二くんは、モノマネ王子と呼ばれる選手で、試合中に対戦相手の癖や仕草を観察し、模倣するモノマネテニスの使い手だ。お笑いテニスでは主にツッコミを担当しています。そして対する立海からは、プラチナペアが登場じゃねえの。攻撃の文太くんと守備のジャッカルくんで、完全に役割を分担した最強のダブルスです。丸井文太くんはボレーのスペシャリストと呼ばれる攻撃担当の前衛選手で、ボレー技術に関しては右に出る者がいないほどに天才的じゃねえの。ネット際でボレーでの防御に徹する、無敵の城西ことアンダーキャッスルは、アンダーセブンティーン日本代表の高校生ですら簡単に破ることはできませんでしたね。そして相方は、4つの肺を持つ男と呼ばれるほどのタフさを持つジャッカル桑原くん。スタミナにおいては中学テニス界でトップクラスと言えるほどじゃねえの。その類稀なる持久力と立海一とも名高い守備力で、天才ボレイヤーの相方さんを後ろから支えます。さてそれでは両校鉄板ペア対決の試合内容を考察していくが、はい。まずテニスに関しては立海側が圧倒的に有利だろうな。文太くんのワンダーキャッスルはロブかパワーショットでしか突破できないので、IQ テニスでの攻略は困難ですね。それに今はジャッカルくんだけでなく文太くんもスタミナお化け状態だからな。ならばこの勝負は。しかし精神面では四天王寺側が完全に有利だぞ。というと、まず文太くんはどう考えてもお笑いテニスに弱いだろう。確かにゲラゲラ笑ってそうです。しかし鋼のタフネスを持つジャッカルくんがいれば、ジャッカル君はおそらく笑いの壺に入るとしばらく動けなくなるタイプなので、お笑いテニスが相手だと分が悪いかもじゃねえのよ。これは勝敗が読みづらい対決ですね。シングルス2、パワーテニス。さて続く3戦目シングルス2、四天王寺からは石田銀さんが登場だ。銀さんは四天王寺の師範と呼ばれる、中学テニス界ナンバーワンのパワー選手ですね。得意技の108式波動球は、対戦相手を客席まで吹き飛ばす大技じゃねえの。今は裏も合わせて216式まであります。
対する陸海からはコート上のペテン師こと、仁王正春くんが登場じゃねえのよ。ドイツ戦では姿形や戦闘スタイルをも変化させるイリュージョンで、現役のプロダブルスに勝利し、世界を震撼させましたね。その後は精神的な理由からイリュージョンを勇退したがな、賢明な判断です。さて現在の仁王くんは自分だけの新しいテニスを探している真っ最中で、両立では自分探しの旅に出ていたため、そもそも学校にも来ていなかった様子。おそらく春休みだったのでしょう。ドイツ戦後には彼が心の底からリスペクトするデューク先輩に対し、もっとパワーをつけて戦うと話していたそうなので、仁王くんの新しいテニスはパワーとペテンを合わせたスタイルになりそうじゃねえの。陸海にはパワー系の選手がいないので、さもありげな感じになりそうですね。てなわけで早速シングルス2の試合内容を考察していくが、はい。まあ言わずもがな有利なのは銀さんだな。陸海で銀さんとまともに打ち合えるのは、雪村くんか真田くんくらいでしょうからね。とはいえこの試合は仁王くんが、今後パワーテニスを志す、そのきっかけとなる戦いだからな。デューク先輩に近いパワーを持つ銀さんと戦うことで、新しい道しるべを見つけるわけですね。ゲームオブフューチャーは勝敗だけでなく、未来を見つける戦いでもあるのでな。もしこの試合が仁王くんの新たな未来を決定づけることにつながるのならば、吹き飛ばされるのもやむなしといった感じじゃねえの。吹き飛ばされるのは確定なんですね。ダブルスワン、次世代を担うこと父。さて4戦目視点法事のダブルスワンは、未来のリーダーこと財前くんと、未来のエース選手こと金ちゃんのコンビが登場だ。金ちゃんがダブルスもできるようになったことで、視点法事のオーダーの幅は大きく広がりましたね。てなわけでまずは未来のエースこと、遠山金太郎くんから解説していくぞ。東のスーパールーキーこと与間吉と並んで、西のスーパールーキーと呼ばれる関西の強者ですね。かつては身体能力と無尽蔵のスタミナと動物的な勘で相手を叩きのめす選手だったが、アンダーセブンティーン合宿では基本的なテニスの思考を身につけ、細かい緩急をつけた攻めの展開も得得。鬼の兄貴との試合でドロップを決めた時は、視点法事を中心に皆驚いてましたね。そしてテニム法の極みの習得者で、最近ではダブルスでも活躍してるぞ。監督目線だと与間吉よりも使い勝手のいい選手になりましたね。そして相方は視点法事の天才と呼ばれる2年生の財前光くん。作中ではテニスの描写が一切ないのだが、一応得意技は設定されているので、おそらくミュージカルの方では試合をしているものかと思われるぞ。空耳以外のテニメは専門外なので詳しいことは何もわかりません。ちなみに財前くんの必殺技に関しては、こちらの動画でちゃんと考察しているぞ。This is クソ動画です。さて対する陸海ダブルスワンには、黒帽子を引き継ぐ父と子ペアが登場だ。知る人ぞ知るダブルス、赤谷くんと真田くんが再結成ですね。未来の戦力的絶対エースの赤谷くんと、現在の戦力的絶対エースである真田くん。割と似た者同士で副部長同士な二人が、最後の最後にダブルスを組むわけじゃねえの。赤谷くんは嫌そうですけどね。だが真田くんとしては未来の副部長ポストに、最後の教育を施すいい機会だからな。まさに王者陸海の意志を引き継ぐ、父と子ダブルスになるじゃねえの。でも赤谷くんは嫌そうですけどね。真田くんとのダブルスが嫌そうな赤谷くんは、王者陸海の2年生エースと呼ばれる強者で、かつては短期決戦にこだわるあまり、相手を傷つけることすらも厭わない、残虐な戦闘スタイルをしていたが、世界大会を経験した今となっては、肉体だけでなく精神的にも成長し改善。赤目モードやデビルカで暴走する姿は、もうどこにも見受けられないですね。そんな赤谷くんの相方は皇帝と呼ばれ、中学テニス界の頂点に君臨する真田源一郎くん。全国大会ではあの手塚くんにも勝利しました。常に真っ向勝負で相手を叩きのめすのが身上で、中学生にしてはやけにじじむさいのが特徴じゃねえの。海外選手にも遠回しに老け顔呼ばわりされてましたね。では早速試合を考察していくぞ。よろしくお願いします。まず勝敗を決める鍵となるのは、金ちゃんのテニム法の極みだろうな。なるほど。赤谷くんには青い瞳モードがあるので、テニム法相手でも対等に打ち合えるのだが、そういえば真田くんにはこれといったテニム法対策がありませんよね。そうなんだよな。意外にも真田くんはテニム法との対戦経験がないので、真田くんが金ちゃんのテニム法に対して、どのような対策を取るのかが重要になるな。テニム法なスピードに笑いの高速で、精神的重圧にはいつもの気合か、影で対応できそうですよね。まあ詳細は実際にテニム法なやつと試合してみないとわからんじゃねえの。ところで財前くんは元気にしてますか？現状だとコートの外で立ってることでしか、生き残る術がない状態なのだが、またそのパターンですか。まあ本当に OVA が出たら、日吉くんばりに強化されるだろう。シングルスワン、完璧なテニス対決。
それではお待ちかねの5戦目シングルス1、四天王寺からは白石蔵之介くんが登場だ。無駄のない完璧なテニスを突き詰めた、四天王寺のバイブルと呼ばれる全国区の強者です。そしてバイブルテニスは世界で立ちはだかる、大きな壁を越えるためにスターバイブルへと進化。スターバイブルはオール4のスペックを試合の中で適材適所に分配し、事実上のオール7を再現する技です。要するにド派手な技は持たないが、スペックだけは高校生並みってことじゃねえの。なんとも白石くんらしい進化ですね。対する陸海からは神の子と呼ばれる中学最強の選手、雪村誠一くんが登場するぞ。今の彼に勝てる中学生はドイツに行った手塚くんくらいです。どんな必殺ショットをも的確に打ち返すことで、相手に恐怖を植え付け五感を奪ったり、相手に有利な夢を見せたり、未来を奪うこともできるじゃねえの。それにゼロ感のテニス状態になれば、テンイム法さえも無力化できますし、ミラージュミラーを使えば手塚ゾーンと手塚ファントムも無効化できます。要するにテニプリ界に伝わる必殺ショットはすべからく通用しないし、ただの打ち合いに持ち込んだとしても、勝ち目はほぼほぼゼロに等しいということだな。これは白石くん絶体絶命です。では最後にシングルス1の試合内容を考察していこうじゃないかね。よろしくお願いします。まず白石くん従来のバイブルテニスでは、雪村くんには全く歯が立たないと思われるので、常時スターバイブルを発動することが、半ば強制される展開になりそうだな。まあスターバイブルはスタミナ配分もできるのでとりあえず問題なしですね。そして五感剥奪に対抗するため、メンタル強化も要求されるだろう。つまりスタミナとメンタル両方にスペックを振り分けておく必要があるってことですかね。ちなみに波動9割のパワーショットやスピードテニスは全く通用しないだろうな。涼しい顔して返されそうです。要するに白石くん大ピンチってことだ。勝つためにはスターバイブルを進化させることが最低限の課題になりそうですね。てなわけで今回は表裏的な役割を意識しつつ、四天王寺 VS 陸海のオーダーを組んでみたぞ。勝敗に関しては各々で考えてみてくださいな。っていうかケンヤくんはどこ行ったんですか？昔電気でゲーム機買ってるぞ。対戦ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、インスタ、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。